すげえやばかったマジで。だけどさ、優がさ悪いからさ、井上がさね、俺が全部さやってやったのに、そうやってさ会社とかも全部かっぱらったからさ、後輩とかさ、そう、あと英語も巻き込んでさ、で英語は英語で悪いじゃん。で優くんとやれば兄貴の全部取れるみたいな感じになっちゃってさ、でももうやばいよ、後輩とかさね、何百人、何百人、あれ400人ぐらいか、もう全部取られたもんね後輩さ。だそん時だってさ、もうすっげえ関係してんだからさね、柳井とかさね、孫とかさ、三木谷とかさ、栽培エージェントの藤田とかさ、もう みんなでやってんだからさ仕事さ、あとあれ、あ、通報とかさ、やばいよマジで。そう、俺の会社なんだからさ、いやもう本当にやられたよ本当に。だってもう時価あれだよ、200億から1000億ぐらいだよの会社取られたんだよ俺。こんな貧乏になっちゃったんだよ、とんでもないよマジで。女たちはみんな知ってるから、そのことさね、あの優くんと英語くんが取ったんですよねってこと知ってるから、はあ、本当に。で銀座とか行ってもさ、やっぱみんな知ってるから、黒服の人間とかさ、あのママさんとかさ、キャバ嬢とかさ、だから俺は結構ね、あの優遇されるんですよ本当に。安く、あのひこさん大変ですよねみたいな感じなんだよね。だからさ、もうすげえ安く飲ましてくれるんだよみんなさ、うん、まあ、ただっていうわけに、前みたいにただっていうわけにはいかないけどね、本当にね、ほら、俺ね、今テレパシーで俺燃えないただでもいいっていう、あ、おります、そんな感じだからね。